金曜日じゃないですか。似合ってる、ありがとう。フェス、そう今日はフェスでした。ジャパンセントラルアイドルフェスティバル2023、ありがとうございました。愛知県の、そう、今はね、もう今日は日帰りで広島に帰ってきましたよ。そう、実はハッタありがとう。愛知県でした。なんか愛知県でもさ、なんかめちゃこの下の方、すごい下の方でなんか空港が近いのかな、うん、なんかね初めて行きました。そう、海沿い、そう、あ、そうそう、この常に滑るっていう字のとこなめだったっけ、なんか調べたんだけどね、とこなめ市、そうそうですね。そのセントレアって何、セントレアっては言うのはな、どういう空港の名前がセントレアっていうの、おしゃれな名前では、ありがとうございます。とこなめ、そう、なんかちょっと駅から結構遠いとこだったんですけど、ありがとうございます。セントラルエアイコールセントリア、そういうことなん、なるほどね。なるほどね。そうなのかが かかってるんですね。ありがとうございます。ありがとう。新幹線、うん、そう、新幹線で、なんかね、今日は新幹線で行って、で、ま、あの別の車両に乗り換えて行ったんですけど、帰りにね、駅でね、名古屋駅でね、ピオリンを買おうって思ったんですけど、なんかピオリンが売り切れてて、もう買えなくって、でも時間もそんなにまあなくって、めっちゃ人が多かったんですよ。駅にすごい人がいっぱいいて、でなんかさ、ピオリンってさ、ピオリンをそもそもどうやって買うのか知らなくって、どこに売ってるのか知らなくって、駅で探してたんですよ。だったら、うん、なんかピオリン販売するところみたいながあって、でなんかピオリン販売時間みたいなのが書いてあって、で何時何時何時って書いてあったんですけど、なんかね、あの割と販売してすぐらへんに行ったのにもう売り切れてて、そう、販売時間あったよ。ピオリンめっちゃ人気なんやと思って、もう完売って書いてありました。めっちゃ人多くてさ、こう駅にさ、なんかきしめん屋さんとかさ、とかこういろいろお店があるんですけど、めっちゃ並んでて、みんな、ピオリン知らない、ピオリンっていうのはなんて言ったらいいの、スイーツですよね。ピオリンっていう、調べてみてください。スイーツです。呼び捨て？何？ピオリンさん？ピオリンさんがですね、なんてこった、ハンタバありがとうございます。ピオリンさんがですね、売り切れてたんですよ。プリン、そう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 、プリン、プリン、なんかね、ひよこの形してて、なんかね、めっちゃ可愛いの、こんな
で名前がピオリンって言うんだけどね、この時期は仕方ない映像をなんか、あ、そうピオリンさんはね大人気で、なんかね名物な、名物のスイーツなんですかね、なんかそのピオリンを持って帰るチャレンジみたいな崩さずに持って帰れるかっていうチャレンジをピオリンチャレンジっていうらしくて、ひよこ型スイーツ、そうそう、うん、ありがとう。名古屋コーチンの卵使ったプリン、あ、なるほど、やりたかったな、ピオリンチャレンジ。ピオリンチャレンジはさ、あれだよね、あの名古屋駅とか、ま、周辺に住んでる人たちはさ、チャレンジなかなかできないですよねもうすぐ家すぐ近くみたいな、形が崩れやすい、なんかプルプル、ありがとうございます。新幹線もそう、人いっぱいですよ、やっぱゴールデンウィークなんだなって感じるわ、すごい。なんかね、なんか買おうとか思ったんですけど、新幹線乗る前に。でも結局もう本当にどこもすっごいお土産ショップも並んでて、もうこりゃダメだってなって帰ってきました。意気込み、うん、遠いですね。後半戦ゴールデンウィーク、あとさ、なんだっけ、5でしょ、6、7、2日間、終盤終わっちゃう、みんな悲しいの、悲しくなってますか。月曜が怖がってる、月曜が怖がってる、月曜を怖がってる人がいる、怖いね、やだね。布川は私はフェスなのでね、新宿だ、忘れる、そう新宿、そうなんです。ありがとうございます。いいゴールデンウィークの締めができそうですね。ありがとう。ピュアルブタ6人、うん、6人で今この7日はそう、でも永遠の7人ですよ。残像が見えるはず、リンコちゃんのあのリンコちゃんの残像が見えるから多分大丈夫。ありがとう。リンコおいで、いや本当にリンコおいでだよね本当にリンコおいでなんだけど、
タルもありがとう、ハートもありがとう。でも楽しみ、なんか PR 舞台がそもそもちょっとしばらくなくって久しぶりな感じがします。楽しみだ。ありがとう。ね、え、そうだよ。なんだっけ、ムック本も出るので。いつまであるんですか。シーズン2は9枚目シングルのカップリングなので9枚目シングルまでなのかな、活動期間は。一応結構なんか9枚目シングルが出る前にいっぱいツアーとかいろいろやってたんでね、なんかいつまでってなるんですけど、9枚目シングルまでなんじゃないですかね。え、お話し会がさ、すごい再販がよくやっててさ、めちゃね、そう、完売をたくさん見てありがとうございます皆さん。で、そう、再販今してて、そう、もう結構完売しててありがとうございます、本当にありがとう。そう、ツーショット、ツーショットもあるよ。ありがとうございます。そうなのよ、再販いっぱいしてたそうなんですよ、気づいたら始まってるんですよ。やばい、あなたもありがとうございます。うん、あと2時間のみだった、27日の。そうなんですよ、2部。ありがとうございます。7月までね。でもあっという間だよね。なんかさ、いつもお話し会の日程が出たらさ、半年先ぐらいまで出るじゃんか、日程が。でさ、その時点でさ、半年先まで、わかんないよな日程とか思うけどさ、意外とすぐね、あっという間よ。7月、そう、7月がラストなんですけど、言うて多分もう5月でしょ。7月多分相当遠くないんですよね。ありがとう、ハート。そう、福山は直接がある。ありがとう、初見さん。中村舞です、愛媛県出身です。福山来る？本当？サイン会買えませんでしたから次に行きたいです。おお、サイン会は今のスタイルが好きですね。前回はサイン会の日程があって、サイン会1時間目から6時間目みたいな感じであったんですけど、最近のサイン会はお話し会の日に1時間だけサイン会が組まれていてそう、あの、分散されてるっていうか、サイン会だけの日が前はあったんですけど、
分散されてる方がいいな。大変そうでした。あの何日か前にサインをもらうんですけど、6時間分のサインがサイン事前に書いとかないといけないので、もっと前からあったらいいんですけど、そうちょっと大変だった。そうみんなもさ、そう見ないといけないもんね。またなんかあればもうそのサインはねちょっとね申し込めないんですけど、メンバーが同じ時間だと困りますなんて。でも私ねなんか今回サイン会なんかよ4人とか多分同じ時間にさ4人とかやってるのでさ、私耳が結構聞こえるからさ、こう周りの音がすごい気になる人なのよ。だからさ自分が喋ってても周りの音がめっちゃ聞こえてくるんですけど、気になっちゃってなんかあの自分が呼んだ後にその人の名前が別のとこで呼ばれてるとかめっちゃ聞こえてくる今多分焦ってるだろうなって思いながら、いやそうなんよね、順番もね、そうサイン会あるあるだわこれは。ありがとうございます。嫌じゃない、別に嫌ではないかも。もうなんかあの大変だって、何窓もしてるだろうって。そういう時どんな気持ち？なんかあ気まずいやって感じ。すみません。気まずいなこっち。いやちょっとね、餅焼くか。私さ、餅を焼くとしたら多分無言で焼いてる言わない、ジューとか音立てずに多分焼いてると思う、静かに炭で。いやこれなんかあの全然そう焼くとしたら多分そっちタイプかも。しょうがない、そういうこともある。
さんありがとう。中村まゆね。一窓でさ。ナイス一窓。なんかさ、家に帰ったらさ、お姉ちゃんがさ、なんか、トルネコってわかりますか？トルネコの実況配信をずーっと見ててさ、もう本当に家からずっとね、音がね、もうトルネコの音が聞こえてくるんですよ。テレレレレッテテレレレッテテレレテレレみたいな。トルネコやったことある？私もトルネコ大好きなんだけど。不思議なダンジョン、そうゲーム。トルネコのねスイッチないんだよね。スイッチの人トルネコ出してください。スイこの中にあのスイッチゲーム会社の方いらっしゃいますか？トルネコを出してください。トルネコねないんよね。何のあれかな、プレステとか。やったことがあるのは。ハートありがとうございます。なんかお姉ちゃんとずっと実況見てて、トルネコ。そう、無心で見てた。ありがとうございます。難しく、難しいんかな。でも単純なゲームな感じがする。持ってないんよ。家にスイッチはある。出勤さんありがとうございます。中村舞です。キラーン。あのさ、なんかスイッチでね、なんかね、今のゲームって 3D じゃないですか。画面とかもすごい、もういろんなこう角度でもすっごい 3D で、なんかねめちゃくちゃ画面酔いしちゃって、なんか慣れなくてね、まだ慣れなくって、あんまりそう立体感すごい。そう、あんまりね、平面好きだよ。平面好き。すごい画面がめちゃくちゃすっごい綺麗でね、なんかね 3D で。慣れたら多分大丈夫なんだろうけど。ファミコン？私ファミコンはやったことないんだよね。マリオカート？マリオカートはもうイライラするから、もうなんかダメ、イライラする。やってたら心が穏やかな時にやらんと、もうプンプン。だるま、ありがとうございます。
コントローラー投げるね。なんかさ、私がさよくゲームなししたらコントローラー投げますかみたいな。あとさ、なんか携帯投げるとかさ、コメントさたまに来るんだよね。なんか投げますかみたいな、こういう話になったら、え、携帯投げますか、コントローラー投げますかって。投げそう、投げないし、投げませんよ。めっちゃ来るんよ、この投げますかみたいな。はい投げますとか言うわけないじゃないですか。投げんわ。私は投げる。え、投げないの？え、投げんよ。こうやってグーでエンって、横のソファーとかエン、ま、投げますよ。え、投げる、投げる人いっぱいおるんやけど。壊れますよ。いや、壊れるのが怖い。そんな、タコありがとう、かわいいもありがとう。マイク投げますか。投げるわけないじゃないですか。マイクは命ですよ。命投げません。マイクは我が子のように大切に大切に扱うんです。何投げる。投げんよ何も。命を大事に、うまい、ガンガン行こうぜ。サインボール投げますか。え、投げたい、なんかそういうのやりたい。みんなになんか投げたい、サインボールみたいな。まあでもちょっといらねって言われたら悲しいからやっぱ投げ。でもなんか投げたい。え、なんかやったことある、昔。でもめっちゃ前に1回ぐらいやったことあるぐらい。私昔はボール投げられなかったですけど、今はあの前ファーストピッチで鍛えたんで超高速球で投げれますよ。みんなグローブを持ってこないといけない。ボール投げるの体力いるからね。バンバンやろうね、ちょっとバンバンやろうって煽られたんじゃけど。練習はノーバンだったもん。でもね、あの見られるのは本番なんですよ。そうなんですよ。それが全てなんですかね。まあ人生ってそういうもんですよね。それを見てこう語られていくもんですよね。家庭を見てる人もいるけどね。まあでもそうですよね、それが一番大事ですもんね。結果泣きなさい。うえぇー。ありがとうございます。やまない、やまないですよ。それも人生って思いますよ。人生って、はあ、こういうものか。
結果が大事かな。人の意見は人それぞれですからね。ただ見られるのは結果ですね。ひょい。ただだからといって家庭が大事じゃないというわけでもないですけどね。家庭も含めて応援したくなる。そうですよね。どっちも大事かな。うわ、すごい、なんかこの議題いい議題ですね。家庭結果どちらが大事なのかみたいな。うわー、すごい、みんながすごい意見が分かれてる。いや、私はこれに関してはあまり何ももう言いません。皆さんそれぞれ意見があると思うんで。ただね、あれなんですよ、今のコメントみたいに結果で結構ものっていうか、なんかいろいろ言われたりするので、家庭はこうだったのになって思ったりもしますけど、まあでもまあそれもそうだよなぐらいの感覚ですよ。はい、あまりそう、そうね、ありがとうございます。でもね、そう、あれですよ、そのファーストピッチはなんか練習までの道のりとかをたくさん、こう何ですか、番組にこういろいろ映してくださって、放送してくださって、まとめてくださって、練習とか、そう、みんながその過程から見守ってくれてたから、なんか嬉しかったですね。そうですね、結果はまあ結果も思い出。わあ、ありがとうって。残念でした、残念でしたって言わないでよ。残念じゃないもん、残念じゃないもんね。ねえだ。残念なんかじゃないもんね。魔球？えね、魔球ってどういう意味なの？魔球みたいなね。魔球ってなんなん？魔球みたい。マイケルだよー。
58分、時間って早いわ本当に。まださゴールデンウィーク、まだ今日金曜日、明日土曜日でしょ、まだ大丈夫だね。みんな気持ちはナーバスにならないねまだ大丈夫だね。これから、これからだね。まだまだ。全然呼ぼう。シギさん、クマネパパさん、カキヒロさん、ケンジさん、刀剣太郎くんさん、坂道 FC さん、ボンちゃんさん、きなぺこさん、ゆずきちさん、まささん、山ちゃんさん、まとまちさん、ビタミンさん、ありがとうございます。土日仕事、仕事の方は、はい、おお疲れ、あ、皆さんもお疲れ様。ツインテール、そう、ツインテールでした。ビヨーン、伸びた髪の毛。おやすみ、おやすみ、みん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 。